久保さん。久保さんね、アップル使ってないのよね。ま、マック、マックか。マック使ってないけど、AirPods Pro 使ってますね。<laughs> まあ、アップルすごいっすよね。で、今回は、緊急事態宣言ですね。なんか、あ、久保さんの動画終わったらなんか、なんかあの、毎日が緊急事態宣言みたいな、9時間前の動画がね、なんか流れてたんですけど、うん。 緊急事態宣言また出るらしいですね。はい。うん、まあ僕ブログに書いちゃったんですけど <laughs>。まああの、自分自身が緊急事態だよって話ですね。緊急事態宣言を自分に出せってことですね。うん、タイトル、緊急事態宣言は自分に出せっていうふうにしようか。緊急事態、緊急事態宣言は自分に発、 に自分に出せ、はい、みんななんかそのまあねこの億万長者シリーズを見てる人なんかはまあねあのー、貯金5億円ありますとか貯金10億円ありますとか貯金100億円ある人っていうのが多分前沢社長とか見てないですよね億万長者合宿 <laughs> 多分前沢社長見てないですね100億円もね1 0 0千億でしたっけ まあ見てないですね。だから少なくてもこれを見てる人っていうのは、まあ何かしらお金に困っている、うー何かしらお金を稼ぎたいと思っている人だと思います。はい、まあ貯金豪華ありますよっていう人が見てる可能性は0.001%ぐらいあるかわかんないですけど、まあ、前沢社長見ないでしょうね。<laughs> なのにもかかわらず今やってますかと。 見てる以上にやってるかっていうと絶対やってないですね。まあ、この億万長者シリーズ、累計でもう3000本以上でしょうん、まず3000本以上絶対やってないですね。久保さんこれ多分言い切れますよね。億万長者合宿シリーズを見てる人が3000本以上やってないですよね。多分 <laughs>。で、まあ、久保さんのライブちょっと聞、聞,聞いてたんですけど、まあ、3000本やろうが、何万本やろうが、リスクゼロなんですよね。 なんか、ここに対してな、な、なんで、なんなんのかなって僕はいつも思うんですけど、普通の、なんか、やっぱ、まあ僕は思うんですけど、お金儲けを探してるんじゃないかなと思うんですよ。儲け情報。お金が儲かる情報を探してるんじゃないかなと思うんですけど、じゃあ、だったら、あの、なんか違うところを見た方がいいと思いますよ。この動画見ても儲かんないですよ、何も。<laughs> 何も儲かんないですよ。やれって言ってるだけなんで。うん。なんかそのビジネスをやろうって考えたときに、どう考えても、 情報ビジネスしか僕はないと思います。うん、ビジネスの、その一般的なビジネスね、普通にこのコップを売るにしてもね、これ、あの、1000円ぐらいで買ったんですけど、鹿児島にある、なんかその、あの、焼き物のお店があり,ありまして、なんか山の中に。で山の中になんかお店あるぞみたいな、行ったら、まあこれいいなと思って買ったんですよ、1000円ぐらいで。でこれ、あの、1000円で売るために、かまどい必要だし、 ね、焼きかまど必要だし、喧嘩必要だし、手間必要だし。めっちゃ皿とか売られてたんですけど、まあお客さん誰もいないんですよね。山の中にあるし <laughs>。もう僕買いましたけど、まあ二つ買いましたけど、皿とコップ。まあ普通のビジネスやるって大変ですからね。本当に。何か必要じゃないですか。だからアップルの商品もね、まあパソコン作るって言ったら自分でパソコン作れますか無理ですよね。まずそのアルミニウムとかね。 キーボードのプラスチックとかどう用意するのって話じゃないですか。<laughs> プラスチックどこから仕入れてくんのっていう。で、それをキーボード風にするとかね。あの、アルミニウムとか鉄をね、こうやるとかね。CPU どう作るのとかね。<laughs> マイクロチップどう作るのとかね。超きつくないですか。うん、だけど情報ビジネスは今日から別に0円で始まれ、始められるわけですよ。別に YouTube、Twitter、Facebook なんでもいいんですけど。 そのライブ配信もね、昔はそのテレビ番組が生放送するっつってね、何万何千万の機材ですげえお金かけて、ね、生放送ですよ。今どうすか ?iPhone 一つで生放送ですよ。ただで。これやばいことですよ。本当に <laughs>。iPhone 一つで生放送、もう誰でもできちゃうっていうね。まあもちろんその YouTube ライブに関してはちょっとき規定がねでき、できちゃいましたんで、iPhone 一つではちょっと難しくなりました。 チャンネル登録1000人以上だと iPhone からで,できますけど、まあそれ以外でまだったらパソコンからかな。パソコンからだったらできます。うん。なんか、あのー、まあビジネスをやるんであるならば、何をやる、どういうビジネスが世の中にあって、で、何がやっぱ一番儲かるのかっていうところを考えないとダメですよ。じゃあ、あのー、ね、儲けば、なん、儲かる、儲けじゅ、なんだ、なんだ。 何て言えばいいかなうん。ビジネスをいろいろ選定する上で重要なファクターっていうのが、一番利益が出るか出ないかです。利益が出るか出ないかっていうところを考えないといけないですよ。そもそもビジネスっていうのは利益を出すためにやるわけですから、利益を出したくないんだったらボランティアやってくださいと。ボランティアやればいいじゃないですか。0円で。別にそれを否定してるわけじゃなくて、やればいいんですよ。 ただビジネスを選ぶんだ、ビジネスをやろうと思うんだったら利益は追求しないといけないですよね。利益が出ないビジネスをやってるんだったらそれは破産に向かうし、えー、ボランティアに向かうしん、ビジネスじゃないんですよ。だから趣味とかね、とか、ボランティアとかね、わかんないですけど。うん。だからまあ、お金稼ぎたいんだったら僕はビジネスを今すぐスタートするべき。ビジネスを、儲け話を探すんではなく、ビジネスをスタートするべきってことですね。 でしかもビジネスをスタートする上で世の中にどういうビジネスモデルがあってどれが一番利益取れるのか儲かるのかっていう、まあ、儲かるって話するとちょっとおかしくなっちゃうかまあ利益が出るのか出ないのかですよね利益をどう出していくのか じゃあ物を売った時に利益、差額はどれぐらい取れるのかっていう。ラーメン一杯売ったらね。じゃあ差額人件費とか電気代とか光熱費とか店舗代とか全部材料費とか全部入れて、ラーメン一杯800円を売った時に利益どれぐらい出るのかと。じゃあこの利益、例えば数百円、200円だったとします。じゃあ、ラーメン一杯200円の利益で、じゃあこの、これで、まあ、給料を出していく。 っていうことだったら何杯裏、ラーメン売らないといけないのか。じゃあラ,ンラーメン何杯売るためにこの店舗にね、どれぐらい集客していかないといけないのか。じゃあ8時間あの経営します。8時間店,店を開けます。8時間以内に何人ぐらい集客して、それを何日動かすのか。で、何人集客で客単いくらでつのが出るじゃないですか、そんなの。ね。じゃあ逆に言うとそれができなかったらもう終わりなんですよ。でもね、情報ビジネスは、 ね集客できなくても0円なんですよ。<laughs> これすごくないですか集客できなくても0円。リアルビジネスは集客できなかったら赤字。で、情報ビジネスは集客で,なくできなくても赤字にならない。<laughs> YouTube 回んなくても赤字になりますかお金、財布から出てきますか出てこないですよ。でも店舗やったら、お客さん来なかったら、もう赤字ずっと垂れ流しですよ。 だからもうすべて考えるべきですね。いろんなビジネスモードで考えて、個人が一人でね。個人が一人で。まあ社長になって従業員雇って従業員に動かすんだったらまたちょっと別のいろいろあると隙間あると思いますけど、一人で、こと一人で稼ぐんだったら、僕は情報ビジネス以外の選択はないと僕は思ってます。ビジネスだったらね。そう。別に FX とかね、株とか、ニケニーニゴとか、バイナリーとか EFX といっぱいありますけど、それはビジネスではないですよね。 ビジネスではないですよね。なんで商売をやっていく、ビジネスをやっていくんだったら、情報を扱って情報を販売していくっていうのが、一番僕はいいと思います。僕はね、人それぞれ一番あると思いますけど、あなた,はあなたの一番は何ですかということでございます。いってらっしゃい。